はい、お疲れっす。本日、大阪の全対戦カードが発表されましたんで、この全対戦カードの試合結果予想と、あと起こり得るであろう各種サプライズもろもろ、徹底的にガチ予想していこうかなというふうに思います。はい。まず第1試合、第0はちょっと省きます。第1試合、オスカー中島、VS、ジェフコブ、カラムニューマン。はい、どっちでもいいです。はい、以上。第2試合、ジュニア 4A、ワット、デスペ、VS、コナーズ、モロニー、VS、ヨー、ムサシ、VS、ロビー&藤田、この 4A、ジュニア 4A マッチ。この試合、僕の予想なんですけども、この試合のこの裏テーマって、この試合に勝った人が、ジュニアトーナメントの、決勝の試合後に、現れるっていう感じ？うん。まあ、要は、東京ドームで、ジュニア 4A マッチの IWGP タッグになると予想するんで、なので、まあ、4A のうちに参加するチームのうちの一人が、まあ、ここに名乗りを、上げるためにこの試合を制するんじゃないかなというふうな感じで。で、まあ何が言いたいかっていうと、デスペは特命が、はい、これ多分勝つんじゃないのかなと。んで、メインイベントじゃないや、ジュニアタッグの決勝の、マイク合戦の時に乱入するっていうふうな感じ。うん。まあそんなところですね。で、リオ選手は、多分リオラッシュが、復帰確定したら、まあ後から追加、年末の後楽園とかで、俺らも行くぜ、みたいな感じで、うん、それで 4A になるっていう風な感じかなというふうに思います。はい。以上ですね。で、第3試合の、串田ケビン、タマトンガ VS、高木武士、ティタン。はい、この試合どっちだろうな。まあ、タマトンガ組が勝つんじゃないかなっていう風な、そんな感じですね。まあ特に試合後は特に、ね、サプライズ系はなしと予想します。はい。ね、第4試合。真田上村 VS 内藤辻。いや、これが第4なんだね。ちょっとびっくりっすね。もうちょっと上だと思ってたんですけども。うん。まあこれは、多分、上村選手が辻選手から取るかなというふうに思います。で、上村選手は、まだ凱旋後、未だ無敗っていうふうな形で、うん、やっていくんじゃないのかなっていうふうな感じはしなくもない。うん、っていうふうなところですね。おそらく、どうなんだろうな。年末でもまたこれ同じカードやってきそうな感じがするんで、あ、これ前も言ったかもしれないですけども、年末ってこれまた同じカード組んで、で、年末で、後楽園で同じカード組んだ時は、まあ、内藤選手が上村選手からフォール取るっていう風な形かなっていう風に思いますね。うん。で、内藤選手に取られて、上村の凱旋無敗記録を、が終わるっていう。まあ、そんな感じになるかなという風に思います。はい。まあ、以上ですね。第5試合、タマトンガ対フィンレイ、シングルマッチ。いや、これいるんすか？これ、今日対戦カード見るまで忘れてましたよ、この試合あったの。いやー。もう、いらなくないですか？まあ、この試合のテーマって、まあ、いわゆる、この試合を最後に、このデビッド・フィンレイと、タマトンガのバレットクラブ対本体外国人の構想が一旦終焉するんですよね。なんで、まあ、本来であれば、前回の両国のタマトンガ対フィンレイで、終焉するはずでもよかったんですけども、一応タンガロアともフィンレイシングルやって、一応タンガロアとも、今年1年間お疲れ様でしたっていう、まあそういうお礼、お互いのこのお礼も兼ねた、まあそういう試合なんじゃないかなというふうに思いますね。うん。まあタンガロアにも一応ね、お礼をするために、まあこの試合組んだみたいな。うん。あとまあタンガロア復帰おめでとう的なね。うん。まあそういう意味も込めた、シングルマッチじゃないかなというふうに、な感じですね。うん。で、まあ、プラス、まあ、これ今回フィンレイが勝つと思うんですけども、一応まあ、フィンレイが今回、タンガルワに勝利して、その、タマトンガに負けたデビッド・フィンレイ、イコール本体外国人が、バレットクラブを制したっていう、そういう見方になってしまっているんで、なんで、それだとちょっとデビッド・フィンレイの格落ち感が、ちょっと強くなってしまうんで、
一応、まあ、ここタンガルワに、フィンレイが勝利して、このデビット・フィンレイの核落ち感をちょっと多少なりとも緩和させる、うん、そういう感じになるのかなというふうに思いますね。うん、ちょっと自分でも今もう何言ってるか分からなくなってきたんですけども。うん、まあとりあえずまあフィンレイの勝利で、うん。で、まあ、とりあえずまあ、僕の希望的には、もうフィンレイ勝って、もうフィンレイ杖やってもらって構わないんで、3分ぐらいで終わっていただければ助かります。今回試合数多いんで、ちょっと早めに、終わっていただければ助かります。はい、以上です。続きましてですね、王冠対モックスリー。はい、これは、まあ、順当にモッサンの勝利でしょうね。うん。意外と第6だったんですね、これ。もうちょっと上かなと思ったんですけども。まあ、ノンタイトルなんで、まあ、致し方ないっちゃ致し方ないですけどもね。まあ、順当に、まあ、モッサンが勝利して、まあ、メインイベントで、うん。まあ、モッサンが来るんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。まあ、そんなところです。はい。続きまして、ネバー6人タッグ。岡田棚橋石対 TMDK。おそらく、まあ、これ、岡田選手が、マイッキー・ニコルスから、レイメーカーで、はい、勝利かなというふうに思います。で、本来の規定路線であれば、この試合が終わった後に、ブライアン・ダニエルソン降臨の、ビジョンが、VTR が流れる予定だと思うんですけども、ブライアン・ダニエルソンが、怪我しちゃったんでね。だから今、もう一回こう、ストーリーを組み直している最中だと思うんで、もしかしたらこの試合後に特にサプライズはない可能性も全然考えられます。はい。で、一応向こうのリングでクラウディオカスタニオリが、岡田を狙うみたいな、そういう方向になってるんで、もしかしたらブライアン・ダニエルソンの代役で、クラウディオ・カスタニオリ降臨の PV とかが流れるみたいな、まあその可能性もある、なきにしろあるす。でも岡田和親対クラウディオ・カスタニオリの東京ドームか、ちょっと弱くねえかっていう、まあそれは思ったりしますね。はい。まあまあそんなところです。はい、続きまして、ジュニアタックリーグ決勝戦。これが、第8っていうところで、ちょっと格上げてきましたよね。昔だったら、ほんと第5、第6ぐらいの位置だったんですけども、このジュニアタックリーグの決勝。ちょっと格上げてきましたね。まあまあ、これはこれでいいんじゃないですかね。で、この試合は多分 TJP、アキラ組の勝利というふうな形で、で、昨日も言ったんですけども、まあ、ジュニア 4A になる可能性が非常に高いかなというふうに思います。はい。まあそんなところですね。はい。で、続きまして、セミファイナル、高橋ひろめ対石森泰治。はい。順当にこれひろめ選手が勝つと思うんですけども、ただ、次の挑戦者が誰なのかなっていうのが、すんげえ難しいんすよ、これ今回の。ちょっとね、今、現状だと、この選手が来るっていうのが、すぐ浮かんでくるのがマイク・ベイリーだけなんですよね。だからマイク・ベイリー対高橋ひろめの東京ドームってちょっとなんかいまいちインパクト弱いかなっていう気がしなくもないんで、ただマイク・ベイリー以外の次の挑戦者って出てこないですよね。うん。だからこの次の挑戦者がね、非常に考えるのがむずいっていう風な感じですね。はい。で、東京ドームはジュニアシングルが 4A だった場合は、ジュニアタックの方は 4A なし。で、ジュニアタックで 4A になった場合は、IWGP ジュニアは、4A なしのシングルだけっていう風な感じですね。まあ、要はジュニア系の 4A は、まあ、シングルかタックのどっちか一つっていう、そんな感じだと思います。はい。まあ、そんなところですね。ちょっと今のところ、出てきそうな挑戦者候補はマイク・ベイリー。あとはワンチャンダービーやりんとかってちょっと思っちゃったりしたんですけども、いや、ダービーやりんだったら、黒星つけさすわけにはいかないから、もうまあ、ダービアリンの可能性は低いかなっていう、そんなところですね。はい。まあまあ、そんなところです。とりあえず、マイク・ベイリーが次の挑戦者濃厚というふうなところです。はい、以上です。はい、で、最後にメインイベント、オスプレイ対海野。まあ、オスプレイでしょうね。うん。で、オスプレイ勝利からの、東京ドームで、オスプレイ対モッサン。はい。まあ、多分これが一番、うん、無難なところかなっていう風な感じですね。はい。まあ、
オスプレイの挑戦者、まあ、モッサンしかいないよねっていう、まあ、そんな現状っすよね。一時期ね、僕は、オスプレイの次の挑戦者、中島和彦とかってね、ちょっと、考えた時期もあったんですけども、まあ、それは 200% ないかなと思うんで、はい。まあ、オスプレイ勝利からの、ジョン・モックスリー登場、まあ、これが、一番可能性が高いかなというふうに思います。はい。まあ、思い返すと、今回の大阪、元々は僕、オスプレイ対成田で予想してたんですけども、まあ、オスプレイ成田じゃなくてよかったかなっていう、はい。まあ、そんなところは思いますね。うん。まあ、そんなところですね。はい。というわけで、全試合の結果予想と、起こりそうなサプライズについて予想させていただきました。はい。まあ、そんなところですね。はい。で、明日も私、現地行ってるんで、試合終わった後に、ちょっと遅い時間ですけどもね、現地民の感想を上げていきたいと思いますんで、まあ、低い期待値で何卒よろしくお願いいたします。はい。今回この辺で失礼します。See you next time.